おはようございます。ジャスト株式会社代表、関正です。今回ちょっと夫婦を円満にするにはどうしたらいいかというお話したいと思うんですが、はい、ちょっと今度講演会やってそのテーマでやるのでちょっとリハーサルも兼ねてね、はい、夫婦うまくいってない時、うまくいってない時ね、はい、ちょっと感情的理論的の軸があって、はい、挑戦的内向的、はい、こう軸があった場合、人間関係はね、夫婦だけじゃないんだけど、うまくいってない時、はい、どういうふうに人はなるか、はい、挑戦的で理論的な人ってどんな感じになるか、ね、はい、相手を批判したり、批判するよね、はい、まあ批判者で、感情的で感情的で挑戦的な、具体的に被害を与えたり、ま、怒鳴ったりするよね、はい、でさらと飛ばしたり、はい、はい、で、まあ、だいたいどうなるんだよ、だいたい脅迫だよね、脅迫者、はい、お前なんか出てけとか言って、はい、うん、ここでよかったっけ、脅迫って、はい、大丈夫、脅迫者で、今度感情的で内向的な人って どういうふうになるかな、そっち側は、うん、まあ、まあ傷つくわけだよね、はい、なんか起こって傷ついて、こう被害者になるね、はい、うん、被害者、私はこんなひどい目にあった、で、うん、ういうい泣いたりするんだよね、はい、でずっと泣き続けてもたまんなくなって、うん、はい、でまた過去の被害をまた持ってくる、はい、でういうい泣き出して、はい、子供もそうだよね、あ、はい、子供なんかもどっか頭ぶつけてワンブン泣いてさ、はい、めめめめしか言って、うん、まあいいんだけど、はい、内向的理論で、内向的で理論的な人って どうなる、なんて言うんでしょう、冷たい目で見るというか、もうねこれはね、もう無視とか、はい、言葉発しないとか、はい、もう言うことになるね、はい、これ傍観者、傍観者なんね。で、これが、まあ、いろいろ対立が起こるよね。はい。こういうふうにね。でもこの対立、この、まあ、で、この同じ批判者、批判者、被害者、被害者、傍観者、こう。うん、はい。で、大体10パターンが起こる。はい。なぜ起こるんだろうか。なぜ起こるか。うん。なんて言うんでしょう。うん。相手を、なんでしょう、やっつけたり、まあ、痛めつけたりして、なんでしょう、気分を良くすると言ったらいけないんですけど、ああ、気分を良くするんだ、気分を良くするね、まあそういうことだよね、はい、なぜ気分が良くなるの、これやると、なんていうんでしょう、相手のその、まあ落ち込んだ顔であったりとか、うん、任されて何も言えない顔であったりとか、うん、なんか、なんていうんでしょう、うん、ごめんっていう一言であったりで、うん、なんていうんでしょう、そうだよね、自分が上になると言ったら変ですけど、そうだよね、そう、知ってた、え、知らないです、うん、そう、ほんと、はい、バッチリいいコメントだ、本当ですか、ありがとうございます、被害者なんかもさ、ういういうい泣いてさ、謝らせたいよね、はい、はい、でようやく機嫌治るけど、ね、はい、傍観者もさ、まあ、これちょっと難しいんだけど、こう なんかこう、もう無視しちゃうと相手が何々って来るじゃんね、はい、うん、それでなんか優位に立てるんだよね、はい、批判者もなんかこう一方的にこう偉そうなことに批判して偉そうになった気分、脅迫者なんかもっとパチあれ、はい、お前は出てくれよ、うん、あ、それはみたいな、はい、で今優位に立つんだよね、はい、ということ、まあそれが原因なんだけど、なその原因っていうのをもっと深掘りしようっていうのは次のセッションに行きましょう、はい、でこれで一回終わりにします、はい、ありがとうございます。